思うんですけれども、この会っていうのは本当に私アキネと金ちゃんに感謝するんですけれども、それにあちらこちらからこう集まってくださる皆様方に本当に、心からありがとうという気持ちになります。本当にありがとうございます。また今日はいろいろな話をしていきたいと思うんですけれども、金ちゃんが久しぶりに今日と明日時間があったあるということで参加してくれることでもって多分、楽しい日になると思いますということで金ちゃんもよろしくどうぞお願いいたします。はい、どうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ皆様お手元の、グラスでございませんがお茶を開けていただきまして、もしお茶がどうしてもないという方はですねエアお茶ということでエア茶ということでですね、したいと思います。じゃあ乾杯の温度は誰にしましょうか。小泉さんご指名でお願いします。梅ちゃんはいないの？留守番に。あ、梅ちゃん留守番。じゃあどんなにいただきましょうか。やはり秋音かな。秋音ですかね。じゃあ秋音でいきましょうかね。いや、もう頭についてるから。じゃあ秋音で。そうですか、はい、なんか気分が出ませんけど私初めてのお茶で乾杯で、はい、いいんですかそれで、はい、はい、それではですね今日のねこの集まりが有意義な集まりになりますようにね、はい、それでは乾杯します。乾杯。お茶で乾杯させてください。お茶を取ってくれる人はいないんで。ありがとうございます。去年に続いてお茶で取ってもらえますかね。もう去年も取ってもらったんですよ。お願いします。いやいや、ここもゲストもないですよ。クリさんと直接乾杯したい方はどうぞ前の方に直接お茶で乾杯してください。ありがとうございます。あ、梅さん、梅さんいました。梅ちゃん、ちょっと遅かったな。はい、今年もね、影の立ち上げでございます。はい、ご苦労しております。はい、じゃあ、梅ちゃん、梅ちゃんの拍手、イエーイ。ありがとうございます。やめようということでございまして、今年はですね、今までは国さんの話を聞いてたんで今日は国さんに話を聞いていただくとね、いうことにしたいと思いますので、皆さんのですね、車とかバイクにまつわるとかですね人生にまつわるお話を俺こんなんだぜとか俺私こんなのよとかこんなバイクに乗ってこんなことをしたことがあるとかですね、レースに出てこんな結果を取ったことがあるとかですねそういう自慢話をクニさんに聞いていただいて最後にクニさんが感想を言います、ね。俺のマシンはすごいんだとって3回散々自慢していただいたらこう聞き終わった後にクニさんがでとか言ったりしますからね。それいいねとかね、なんだそれとかっていう感想をクニさんに言っていただくということですね、周りの人も聞いてますのでぜひそんな自慢話とかですね、なんかこう思い出話とかをクニさんに聞いてもらうっていう機会はめったにないですよね。逆にね、私なんかここで正座してるのがちょうどいい。なんかその辺に座ってなんかこう絵的に良くないだろうなっていうのがありますんで、じゃあ誰から行きましょうか。じゃあ賭博中は梅ちゃんから行こうかな。梅ちゃんね、いろいろと武勇伝にはことかかない人ですからね。梅ちゃんがこう本当に面白い話をすると放送コードに引っかかることが多いんでね、放送皆さんの前で話せる程度のことをね、国さんに向かって自慢してください。逆に
座って食べてもらえるわ。どうも、なんだかね、どうも、すいません。はじめましてじゃないですね。あのお久しぶりです。あの梅川と申します。いつもマリさんの横でご飯食べるように、大曲ついて、ああだね、こうだねって言ってるんですけど。今年で12年目の11回かな。で、1回目、1回だけ国さんこれ来てないんです。で、今年で10回来てしまってるってね、どんだけ、ね、偉いことがある、偉いことがある。すごい状態なんですけど。で、まあ、何話しましょうかね、国さんは。いや、許可得ていいでしょうか。はい、途中で時を入れてお話ししてもいいですか。あ、全然ちゃちゃ入れてください。はい、ちゃちゃ入れてください。いや、実を申しますとね、まあ、10回目になるらしいんですけれども、僕前にももう毎回聞いてるのかわかんないんですけども、すぐ忘れちゃうんですけれども、大体こういうこと聞いたんですよ。梅ちゃん、アイログ行きってこれいつでしたって始まったのはということでね、聞きまして、そしたら12回目になるとかいう話でね、大体アキネが今一生懸命やってるというようなことなんですけれども、大体アキネも梅ちゃんも大体行きつきの要するに人じゃないんだよね。九州の人じゃないでしょ、大体。そうですね、秋田は大体なんてね。はい、梅ちゃんもそうなんですか。いや、私は長崎なんですけど、関東に行ったんですよね。そうですよね。で、そういう人たちが、なんでこういうことが始まったのっていうクエスチョンになるじゃないですか。で、まあ、大体言われ、まあ、こういうような状況になってきたのはどういうことって、またまた尋ねたんです。そしたら、やはり秋音が、あの人も大体あっち の愛知県の方ですよね、生まれもね。だから全然違った土地の人がこの島の、皆様方にやはり島に集まってもらうなんていうようなことを行うっていうのはすごく面白いなというようなことで関心を持ってね、どんな具合っていうようなことをで聞いてみたんですよ。そんなところをちょっと喋ってもらいたいんですよ。あんまり褒められたもんじゃないですけど、なんかキャンプが出たと一番最初にですね、あれは何年前、まあそうね、何年前でしたっけね、アキさんこっち来たのね。14年前、はい、そうね、14年前に、うん、それの国見の有料道路の上の方で、ね、キャンプという名の宴会やっちゃったんですよ。で、その時に、コーヒーブレイクミーティングで全然コーヒーのこの字もない、酒しかないようなキャンプをやってて、で、ね、偉い。酒だけはあった。酒は酒、酒だけ、コーヒーという名の酒っていうのはあったんですけど、で、それで、土曜日の夜9時ぐらいから始めて、わーわーやってると、見慣れないバイクは2台、2台だったね、行って、で、愛知県のナンバー。誰も話したら、ね、秋さんとご主人と来てて、で、愛知は、話をしてて、で、それで最初に知り合った。で、梅ちゃんは 何のバイクに乗ってたの？あの時何言ってたっけ？なんでそれ覚えてないのか。PDM だったっけ？エリミネーター。エリミネーターの線の、ちょっとね、メガタイプの線。うん、選手で。でっかいバイクってことですかね。カイドと一緒ででかいだけだから中身がない。で、それでこう酒飲みながら、今わーってやってる。で、それからずっと秋さんといろいろ話してて、行きつけて私もそれまで行ったことなかった。で、たまたまタウンシーを長崎でやってて、のライターをやってた時があって、で、ネタを探すのに、じゃあ行きつきっていうところがあるんで、っていうので、秋さんに連れられて、ぐるーっと、平野回ったんだね、回ってって、で、まあ、いいところだねって、で、それで、まあ、いろんなコミュニケーション取ってたら、急にある時電話があって、秋さんから、いや、離島人材育成基金っていう基金があるから、なんかイベントやりたいんだよって言って、で、映画、あの時映画館やりたいって言ってたよね。映画館やりたいよって言って、じゃあ、なんで映画館やるのって言って、俺はね、秋さんバイク好きだしって言って、古いバイクだと車を詰めてやろうよって、14年だとね、まあ、そういう
旧車のイベントってあんまりほとんどなくて、うん、でじゃあそれ来ればそんな人って大体お金持ってる人が多いからじゃあ町にお金落としてくれるかなであとね旧車を持ってる人ってそれなりにジェントルな人であろうということでで旧車をメインでやろうって言った時にじゃあそれだけでねいきなりね全然ネットワークのない状態でやるのはどうかなじゃあ客寄せパンダって言い方おかしいけど誰か呼ぼうとゲストを呼ぼうでずっと考えたんです、じゃあ四輪で、ね、星野さんいるような長谷美さんいるようないやで二輪だと片山さんいるよねあの辺りってどうかなどうやってコネクション取ろうかなバイクだとバイクだけになるし車と車だけになる 両方メジャーな人がいたよねっていうところでクニさんもでたまたまその時チームクニーズホームページがあったんでもう何の気もなく種元でメール打ったたらそちらの方で、ね、これこれしたい、ここはしたい、これこれでしょ、お金しかないんですけど来てくれませんかってもう、はい、普通考えたらアホみたいなところですぐ目を当てられないようなものだったのがたまたまクニさんの気まぐれでOK って言われて嘘やろっていうのは正直あったんですけども本当に来るのかって最後来るまで信じられなかったんですけどねでそれで1回目ってすごい大盛況でやっててでその時も金太郎さんですよね禁断の一言で大会名誉会長そうです1回目が終わった時に大会名誉会長になってくださいっていう話をしたらこう国さんがいいよって気軽に言ってくれたんでじゃあ毎回来なきゃダメですよってうん分かったっていう本当かよって俺も思いましたねいやでもこう皆さん暑かったですよね暑かったっすね、まあ、今でもそれ続いてますけどね、まあ、もう長く続けるってやっぱりすごい、まあ、クニさんもそうですよね長く続けるっていうのはもうどれだけのパワーいるかってインパクトをフォーンと上げることはいやイケイケどんどんやれるんですけどそのある程度のポテンシャルでずっと長い間続けていくっていうのを継続してね、行うのは大変ですよね、本当に大変ですと思います、ね、富士スピードウェイも一時もうお客が来ないんでやめようかって言った時代に富士スピードウェイをウッドウォッチしてしまうというようなことなんかね、ね継続してお願いしますよともう東京一番先頭になってデモをしたことあるんですよ富士スピードウェイをなくすなっていうようなねですからやはり、そして、こういったこうつながりで継続していくっていうのはいいことですよね、やっぱりそこなんですよね大体普通こういうのって何回かやってすぐガチャガチャになって終わるとかもう人が集まらないからやめるとかいや目的が人が集まらないとまずは長く続けるっていうのがまずはそこからありだから今日いろんな時があるだろうからその割に僕は神さんをすぐダメだから俺なんてこっちがよなかなか生々しい話になってしまったクズはそこで自虐ネタを見せなくてはいもうねクニさんのプライベートだけは絶対聞かないんで行こうと思ってたんでねまあ、本当それでこうやって来て、ね、本当ここにいる方々、いろんな方々とお会